こんにちは。第一種電気主任技術者の平良です。今回は、電験二種二次試験電力管理科目より、平成23年度から問いの中性点設置方式の問題を解説していきます。最初に問題文を読み上げます。6.6kV 以上、154kV 以下の送配電系統においては、中性点設置方式として、主に抵抗設置方式と非設置方式がある。 1cm 弱事故に対するそれぞれの方式の特徴について両者を比較し次の点に関して述べよう。括弧1、自己点電流、括弧2、自己時の健全送電圧、括弧3、自己検出、括弧4、誘導障害。では問題の設定を確認します。問題部の下線より 6.6kV 以上 154kV 以下の送配電系統においては 中性点設置方式として主に図のような抵抗設置方式と非設置方式があり、この2つの方式の1センチ約事項に対する特徴について両者を比較する問題です。なお、日本において抵抗設置方式は22から 154kV の系統で使用されることが多く、また非設置方式は高圧配電系統で使用されることが多いです。 では括弧1を解いてきます問題文の青の下線より自己点電流について比較する問題ですまず試験センターの答えがこちらで読み上げると非設置系統に 1cm 役事故が発生した場合中性点に電流が流れないため自己電流は健全層と大地間の浮遊容量を介して流れる小さな電流となるこれに対して抵抗設置系統では 事故点までの線路、中性点設置抵抗、事故点抵抗による閉回路が構成されるため、大きな電流が流れるとなります。はじめに、右目の図のように、非設置方式の系統で、大地静電容量を考慮した場合において、1センチ役事故が生じると、1センチ役電流は、充電電流の成分しか持ちません。一方、抵抗設置方式の場合、 1cm 弱電流は充電電流以外にも中性点設置抵抗を介して中性点に流れ込む電流の成分があるため非設置方式の 1cm 弱電流よりも大きくなります。以上が過去1の説明です。次に括弧2を解いてきます。問題文の青の河川より事故時の健全送電圧について比較する問題です。まず、試験センターの答えが、 こちらで読み上げると非接地系統において一線地悪事故が発生した時は自己電流がほとんど流れないため線艦電圧は事故の影響を受けないこのため自己層が第一電圧となり中性点電圧が自己層の分上昇し健全層の総電圧は線艦電圧がそのまま反映されることになるすなわち事故後の健全層の総電圧は電源電圧が 対象酸素の場合は、事故前のルート3倍となるが、さらに大きな電圧が発生する場合もある。これに対して、抵抗設置系統に1センチ役事故が発生したときには、中性点の電圧上昇は、事故電流と中性点設置抵抗の積任によって与えられる値となるため、健全層の総電圧上昇は、設置抵抗値を小さくすることで抑えられるとなります。はじめに、 先ほど使用した非接地方式の回路図で、1cm 約事故が生じた場合の健全層電圧の変化について説明をします。まず、青の平回路について考えると、健全層である B 層の対地電位 VB' は EB'-EA' と等しくなり、また、黄色の平回路を考えると、健全層である C 層の対地電位 VC' は EC.-EA. と等しくなりますよって、健全層の電位の大きさは、1cm 約故障後、線間電圧の大きさと等しくなるため、Vb' イコール、Vc' イコール、ルート 3Ea となり、故障前より故障後の方が、ルート3倍、電位が上昇します。なお、解答例の茶色の化成について、1cm 約事故が生じると、健全層電圧が層電圧のルート3倍より、 大きくなることがあり、これは柑橘アークチアクが生じた場合に発生しますちなみに、柑橘アークチアクがどのように発生するかを詳しく知りたい方は、概要欄のリンクの動画をご参考くださいでは次に、対地静電容量を無視した抵抗設置方式の回路図で非線チェック事故が生じた場合の健全層電圧の変化について説明をしますまず、中性点に流れ込む電流を IN ドットと置くと、大地に対する中性点の電位上昇は RIN ドットとなりますそのため、青の閉回路を考えると、健全層である B 層の対地電位 VB' プライムは e b プラス RIN ドットとなりますこの式より R を小さくすると、健全層電圧を小さくすることができます以上が過去2の説明です 次に過去を解いてきますすす問問題題文の青の青線より自己検出について比較する問題ですまず試験センターの答えがこちらで読み上げると非接地系統において 1cm 弱事故が発生した時は自己電流が小さく通常の運用電流以下であるため過電流リレーや方向距離リレーによる自己検出は不可能であり地落家電圧リレー地落方向リレーにより検出される これに対して、抵抗設置方式では、過電流リレーや方向距離リレーを含む各種のリレーが機能するとなります。はじめに、抵抗設置方式については、1 c m 約軸を生した場合の、自己電流である1 c m チ電流が大きいので、過電流リレーや方向距離リレーを使用して自己を検出することができます。なお、方向距離リレーは、 おそらく距離リレーを指していると思われるため距離リレーとは何かについて簡単に説明をしますまず距離リレーは時短の電流と電圧の2つの要素を測定することにより事故を検出しますそのため伝時を検出しますそのため電送装置を使用しませんなお時短の電流と電圧を測定する理由は測定した電圧と電流の比が 時短の母船と自己転換の距離により変化するためであり、所定距離の範囲内での故障を判別することが可能です。なお、この電圧と電流の比を即興インピーダンスと呼びます。また、この距離リレーは事故の方向も検出することができます。では、その方法の一例を説明します。まず、図のように母線の両端に電源がある場合に、母線の左側で事故が生じた場合、 自己電流の向きが模線の右側で事故が生じた場合と逆になります。ここで測定しているようが V ドットと I ドット及び I プライムドットで、模線の右側と左側で事故が発生した場合、電圧 V ドットは変化しませんが、I ドットは向きが互いに逆になります。そのため、フェーザー図は V ドットを基準とし、I ドットを図のように取ると、I プライムドットはこのようになり、V ドットから見ると、 位相が180度異なりますこの V ドットから見た電流の位相の違いを利用して母線の右側か左側で事故が発生したかを判断し事故の方向を判別しています。では次に、非接地方式については 1cm 約事故が生じた場合の事故電流が小さいため事故電流が大きくないと事故を判別できない過電流リレーと方向距離リレーは使用できません。ですが、 非接地方式は、健全送電圧の変化が抵抗設置方式と比較して大きいため、地落過電圧リレーである OVGR を使って事故を検出します。また、地落方向リレーである DGR を使う場合は、配電用変電所に設置されている EVT に長いゼロ電流などを利用することで事故を検出することができます。なお、地落方向リレーの原理について詳しく知りたい方は、 概要欄のリンクも動画をご参考ください。以上がカッコさんの説明です。最後にカッ4を解いていきます。問題文の青の笠により誘導障害について比較する問題です。まず、試験センターの答えがこちらで読み上げると、非接地系統において 1cm 以下事故が発生したときは、第1キロ電流が小さいため、他の通信線などへの誘導障害はほとんど起こらない。これに対して、 抵抗接地系統に 1cm 役事故が発生したときは、大きな事故電流が第一キロ電流として流れるため、誘導障害が発生する可能性があるとなりますまず、1cm 役事故により生じる誘導障害とは、電磁誘導障害のことですなお、誘導障害が生じる原因は、額電線に 1cm 役が生じた場合、1cm 役電流が流れることが原因です これは、1 c 着電流 IG により磁束密度が生じ、これが通信線と大地の間を鎖光することで、電磁誘導電圧が生じるためですこのように、架空電線の電流により通信線に誘導電圧が生じる現象を電磁誘導障害と呼びますこの誘導障害は、1 c 着電流が大きいほど発生しやすいため、自己電流が大きい抵抗設置方式では 誘導障害が発生しやすく、逆に自己電流が小さい非接地方式では、誘導障害が発生しにくいです。以上が過去用の説明です。以上が今回の問題の説明です。このチャンネルでは、電源認識の過去問の解説、公式の導出などを発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。 ご視聴ありがとうございました。